んにちは。静岡大学情報基盤センターの宇田春菜です。この番組では静岡大学情報学部の紹介をしていきます。静岡大学情報学部は浜松駅からバスで15分の距離にある都市型の学部です。その全体像をドローンを使用して空から紹介いたします。では、次に組織と教育研究内容を紹介していきます。情報学部は、情報を切り口に技術、産業、暮らしを考える情報学。3つの学科がニーズ・シーズの面から循環的に関わり合い、分校融合による情報学を推進しています。情報学部で学ぶことは、技術・知識の習得だけでなく、新しい世界、価値の創出につながります。それでは、分校融合による教育を展開する3つの学科をご紹介しましょう。情報科学科では、情報工学をベースに、工学的な視点で教育研究を行っています。人間や社会と調和する情報技術を追求しています。行動情報学科では、ICT の急速な進展の中で、ビッグデータやリッチデータの解析、経営意思決定支援、生活密着型情報活用をはじめ、創造的情報システム開発を推進できる人材を育成します。情報社会学科では、人文社会学的な視点から情報学を学びます。先端的な情報技術を踏まえ、情報社会のデザインに取り組んでいます。情報学部の全体を説明しました。ご興味を持たれた方は、学科の内容、教員紹介、学生の声、イベントなどの詳細を紹介する番組を用意していますので、ぜひご覧ください。では、静岡大学でまたお会いしましょう。